おはようございます。ポラナといういきなりのラズベリーなんですが、去年の枝でもうすぐこう花が咲いて実がなろうかなっていう感じで、この下の方からですね、新しいショート、サッカーがいっぱい伸びてきてます。まあ、鉢のサイズが、まあ、せいぜい30センチちょいぐらいなので、これ全部生やしたらまずいんだろうなと思ってて、トップ3ぐらいを残して切るような感じでいいんですかね。こう大きいのよりも間隔を空けた状態で間引いた方がいいのか教えていただけるとすごく嬉しいです。お願いします。